はい、こんにちは、サルインです。行きましょい。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況していきたいと思います。というわけで皆さん、ついに来ました、デスニーさん。デスニーさん、ストライフもいる。ワイト、ヘイト、ストライフ。いやー、悩むね。いや、悩むというか、全部回収したい。アルベルトもいるけどね。アルベルトも嫌いじゃないよ、もちろん。でも私は敵方が好きなんです。いやー、サルイン、いつ来る？もう来ちゃう？兄さん来たし。ミニオンまで SSR とはね。まあ、てか言うてか、このゲームね、すべてのキャラに SSR あるのかもしれないですね。新登場 &UDX 限定。UDX ってどういう意味だい？あ、ウルトラデラックスガチャだった。書いてあった。メダル付きだって。死を敬えですが、UDX 限定で新登場。UDX、ウルトラデラックスガチャ。初めてですね、これね、メダル付き。試練の先にあるもの、アルベルスと我が名は闘争、ストライフは、本ガチャ終了後プラチナガチャへ追加。あ、プラチナガチャに入るんだ。なるほどね。じゃチャンスはあるか。大地さんも3回引きます。私ならデスニーさんを呼び出すことぐらいは造作もないはずだ。サルインの名にかけて、まあ、とりあえずね、ユリアン、アルベルト、ビクトール、クーン、スイーン、カール、ジャーミール、ユリアン、ゲンさん、ヨハン、終わってしまったが、これからか。うん、行こうぜ。こう飛ばしていく。セフィラス、ユリアンよく見る、ワレンシュタイン、カールで次、ローラ、ビクトール、ちょっと待って、ディアナさん、ツイールレイン、そしてブラック、ちょっと待ってくれ、どういうことだ。でも SSR しかないのか、新規は。兄さん、ローラ、ユリアン、ミューズの名前がすぐ間違えた。ウォルカのクーン、ローラ、ベア、来た！おや？おや、グレイ？グレイ？違う！ピックアップは？ジェームズ。愛車で終わってしまった！これは、こんなところで終われるのか。ただ、ダイヤじゃない。ジュエルが少ない。こんなところで終われるのか、私。終われないでしょ。デスニーさん、ちょっと先にちょっと一回無料ガチャ試していい？無料ガチャでちょっと一回乱数調整をしよう。はい、トムな。トム、お前のおかげで何か変わるかもしれない。引くまで行って。いつ引くの？今でしょ！まだだ。よいしょ。様からのアイシャちゃん、違うな、ピックアップ、これ働いてないのかしら、エメラルド、ルージくん、ブルー、シエロ、バーバラ、ボルカーノ、ユリアン、ホワリー、違うんだよ、SSR、まだピックアップ、ヨニード、ミューズ様、エンリケ、なんだっけ、リッチ、ミネルバ、オーク、リッチ、エンリケ、アザミ、なんかリッチまみれ、なんじゃこりゃ。呼んでるわけじゃないんだ、君のこと。それ引くまで行きたいよね、デスニーさんは。頼むよ。ライザ、ボルカノ、ヨハン、ブルー、スイリン、ウディラギーライザ、シエロ、リッチしか出ねえ。どうなってんだ。こんなもんなのか、本来は。来た！頼むぞ。あんまり祈ってるとあれかもしれんけど。ライザ、ウィンディ、カール、ウンディーネ、ウォード、セフィラス、ディアナ、ロイカの、あれ待って、兄ちゃん、ダブル兄ちゃんで終了。やめようかな。あ、でもさ、待って、でもさすがにだよ。これサルイン用に取っといてるジュエルなんだよ。兄さんに全部使っちゃうわけにはいかない。シェラハも来るかもしれないし、サンチュ。違う。しかもアルベルト違いなんだけど。これ本当に出んのこれ。アスラ、ちょっと待って、キャット、どうなってんのこれ。アンリー、シーフ、ウンディー、ネグレイ、ミリアム、エンリケ、バーバラ、ねえ。本当に出んのこれ。なんか自信なくなってきたわ、私。ちょっと待って、ピックアップされてんのこれ。
実はピックアップついてない。ついてないのかな。ライフドレインデスサイズ。王者の剣、工業剣。術なの？ストライフ。ヒネズミ、家系。あ、火なんだね、ストライフね。ピックアップはされているんですか？このメダル何本集めたらいいんやろね。いいわ。いいわ。ピックアップって書いてなくないかね。あ、またここが提供割合。あ、されてる。されてるね。避けるね。1% 避けて 0.1% めっちゃ引くやん。これいらない。そういうところ引きいらないんですよ。いや、もう5万割っちゃうな。5万割るのちょっとまずいのでは。サルインが来た時に対応できなくなるぞ。大丈夫か？ユリアン。ライザ、シーフ。ミューズ様、エメラルド、トム、ウォード、アガタ。ああ、もうでやん。ああ、うめねえね。やばい。一回メダル見に行こうぜ、ちょっと。やばいよ、これ。メダルでゲットすんの？それはちょっとな。カール、ローラ、ノーラ、ローラ、ノーラ。ジャミル、カール、ボルカノ、ウォード、ローラ、ゲンさん、グレイ。弱すぎるだろ。SSR も引かない。何も引かない。3人いるんだよ、今回、SSR。待って、納得いかんぞ、これは。これ、爆死ってやつが特に言う。あと5回か？あと5回引いたらもう取れんのか。取るぞ。もうあと5回引きゃいいのか。あと5回ほんとか？くそ。あと5回で1万5千円払うってこと？やってんね。3万使ったんか？ミカエル。あ、レフトハンドソロ手に入れた。これはアルベルトか？新しいアルベルトかな。これ初めて見たもんだからな。アルベルト聞いたわ。申し訳ない。アルベルト嫌いじゃないけど、一番いらない、今んとこ。ストライフかです。兄さんがいいし、グトム。ライザ、ベア、ガール、オーク、ジャミル。違うの。嬉しいけど違うの。引いただけマシだけどな。これあと2回。あと2回じゃない、あと4回。でも間に引くのに。ミューズ様、ウンリ、アンリ、エメラルド、ソージ、ロビン、テレーズ、レオニーダ、バーバラ、レオン。辛い。3回もちょっとちゃんと1回で無駄に1000円ぐらいにしよう。1回でも。カール。こんな出ないのか。だから私はやっぱ課金って向かないんだよね、私はね。絶対引けないんだよ、課金したもん。ローラ。ウンディーネ。ブルー。ローラ。ゲンさん。ブルー。ジェイムズ。レオン。ユリアン。この次で1回見に行こうか。まあ、とりあえず回数回せばね。そのメダル分で引けるけどさ、ジャミル、レオニード、デレーズ、リオルグ、ミネルバ、ミネルバ、一人飛ばさなかったけど、バーバラ、ブルー、マライア。あ、でもリッチ飛ばしていくかもしんない。あと一回。いやー、引けねえ。引けねえ。全然引けねえ。あと一回だ。もういいよ。いいよ。そこまで行くよ。行きますよ。これでどっちか、ストライフかデス兄さん引けば、コンプで引くから、なんならね。いやー、もうカツカツやん。やべえぞ、これ。さすがにやばいな。これ、サルインに対応できんのかな、これ、ほんとに。ハーマン、ボルカノ、朝引きするしかないよね、もうね。ライザー。来たか？しゃ！いや、遅いわ、いろんな意味で。メダル分野。でもいい、引かないように全然いい。やったよ、兄さん。やったよ、兄さん。嬉しいよ。ギオルグ。いやー、引いた。ジャミル。ミュール様のライザ。ミネルバ。ローラ。まあ、実際、後々、まあ、プラチナガザに入るって言うけどさ。
いや、すぐにでも集めたいじゃないですか。いや、でもやりすぎたな、これ。サルウィン来た時に対応できないかもしれないぞ、これ。ちょっとまたすげえためになってる。でも、シェラハとかさ、こっからやばいよね。今さ、ねえ、ちょうどやばいんですよ、私。四魔貴族と三中神、この出始めるタイミング、いっちゃんやばいんですよ、マジで。マジやばいんですよ。カツカツ。全然ね、しかも持てねえ。防具がもう無理。防具最高拡最大拡張しちゃったからね。どうしようもないな。素材がどんどん消えていくな、これ。交換します。ストライフ。お前もゲットだ。いいよね。ちょっと待って。これ初めてなんだよね。1万5000貯めたの初めてだけどさ。まあいいよいいよ。ピースはいくらでもあるからな。本人が大事だ。はい、コンプ。何これ何これ、あーかっこいい。いいな、ミニオンパーティーってかも組めないこともないな。いやー、お疲れ様でした。いいで、こんなもんかな、こんなもんかな、なのかな。いや、でもみんな多分こんぐらい引いてるんでしょうね。私いつも3回とかしか引いてないからな。3回とかしか引かずに引いてるとかやってずるかったのかもしれない。本当はこんぐらいの確率なんだろう、多分。いやー、てかデスニーさんいっぱいいるな、フィールドに。こっからがやばいんだよ。しかも私さ、そう、まだね、もったいぶってというか、動画撮ろうと思ってさ、まだビューネーのストーリーと、これね、これとさ、これやってないんですよ、まだ。で、特にこれ、デス兄さんのイベントさ、あと1週間ぐらいしかないから、急がないとね、これやばいんじゃないかな。ちょっとやばいんで、ちょっと、これは急いで動画撮ってやっていこうかなと。いや、思い入れが強すぎて、やっぱなんか裏でやるにはちょっと忍びねえなと思って全然やってなかったんですよね。いやー、でもとりあえずかな。いやー、もうないぞ、ジュエルがない。私7万いくつあったよね。5万近く使ったってことが、5万弱待て、違う、4万5000か。そうだね、それ4万5千あれば15回って言っていいの ?15 回いいのか。回せるのか。15回っていうかさ、もう、10×15 だから150回か。まあ、要するに。とか、4万5千あれば、足りるんだね。そういうことか。だってさ、サルウィン来るまでに4万5千絶対貯めなきゃいけないな。頑張ろっか。いや、でももう、もうさ、割と、もうミッション報酬がさ、結構、カツカツなんだよね。そう、ジュエル稼げなくなってきたね、だんだん。やばいと思ってる。じゃあまあ毎月ウィークリーとかで、あとはログインボーナスとかでもらいますけど、だいぶね、もう、結構やってんすよね。まあオーラムさえあればもう少しいけんだけどね、オーラムさえあれば。ちょっとまた、スタミナ回復剤無限にもらえないかな。ちょっと、ひたすらやり込むタイミング欲しいよね。割ともうね、結構ね、この辺のやつもらえなくなってきちゃってんだよね。もう、さすがに。だいぶですよ、だいぶ。ランクとかはまだあれですけど。あ、ほうほうほう。メイン衣装、外伝クリアで、この辺がもらえた。螺旋回路とか、螺旋回路だとね、もうちょっといけるのかな、頑張れば。で、マスターレベルとかね、割ともう、ね、カツカツなんですよね。ジュエルのもらい先が減ってきてるんで、まずいなと思ってます。あ、そうか、でもメインストーリーいいね。メインストーリーもしかして初回クリアボーナス報酬があるから。そうだね。まだデス兄様とかでもちょっとジュエルもらえると思うんで、よし、そこで稼いでいこう。というわけで、とりあえず、いやー、こっからカツカツですね。なんだら、最悪と言っちゃなんだけど、無課金やめちゃうかもしれない。やばいっす。そんぐらいやばいっす。とりあえずサルウィン来るまで我慢しよう。ちょっとやばいな。やっぱでも1回3回ずつに、いやー、3回で止めるべきだったかな。いやー、嬉しかったんでね。ついゲットしてしまいましたね。いやでも難しいな。だって4馬貴族も全員欲しいしさ、三中神全部欲しいしさ、七英雄の時は結構我慢したんだけどな、これでも。やばいっす。ちょっとほどほどに頑張っていきたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。さようなら。